私の、肩書きっていうのは、土の研究者ということで土の研究をしています。世界中、面白い土がありそうなところに行って北極圏から熱帯雨林まで、面白い土がありそうなところに行ってそこでまず最初に土を掘ってから1メートルぐらい土を掘ってその土が何が今、問題になっているかとか何が一番面白いのかっていうことを、調べるそういう研究をしています。なんか土って、実際私たちの食料を生み出している。実際私たち毎日食べている食事の 95% は土由来っていうふうに言われて残り 5% は海由来っていう、まあ、これあくまで統計のデータなんですけどそういうふうにデータが出ているぐらい、土は私たちの生活に欠かせないって分かってるんですけど実際問題今世界中に、80億人人口がいるって言われますけど、そのうちの1割の8億人の人たちは、食料が十分に届かなくて飢餓に陥ってるっていう。でそれは何でかっていうことを考えたらやっぱりその畑で十分土から、作物収穫が十分得られないからそういう問題があるってそういうようなそれが究極的に一つの原因としてはやっぱり土に問題があるっていうことで土のことをもっと調べる必要があるっていうことを考えています。その土って食べ物ももちろん大事なんですけど私たちの生活で言えば例えば一番身近なところで言ったらスマートフォンだってその、スマートフォン軽いのはなんで軽いかというとそのボディをアルミニウムで作ることができているからなんですけどそのアルミニウムっていうのはもともとたどると防キサイトっていうものなんですけどそれってのはその鉱物って元をたどると南米とかアフリカとか今に分布している赤い土が化石化して石になったものそこからアルミニウムを取り出して今スマートフォンになってたりとかでそのスマートフォンの中の集積回路っていうのはシリコンがいっぱい使われてるんですけどそのシリコンっていうのは砂から取れてたりとかいうことなので私たち全然こう科学技術の粋を尽くしたようなスマートフォンですら材料は土からできてるっていう。それもやっぱりそのいつまでも無限に土があるわけじゃないわけなので土の問題っていうのは結構深刻なんですね。土って結構その足元に当たり前のようにあるから貴重な資源だとかいうふうに考えることってほとんどないんですけど実際研究してみると土って結構そんなに存在していること自体が当たり前じゃないっていうことが分かってきました。まずそもそも土って何かっていうことをちゃんと私自身もちゃんと理解できてなかったってそういう問題があります。でそれは皆さんもそうなんじゃないかなと思います。で土って何だろうっていうと可能な限り噛み砕いて言うと岩が、細かくなって出てきた砂と粘土それと植物がとか動物が死んで、落ち葉になってそれがカブトムシの餌みたいな腐葉土になってそれが、さらに微生物に分解されて変質された腐ったものその腐食って呼んだりしますけどその腐食っていうもの と、砂と粘土っていうのが合わさって土になっていると。でいろんなところにいろんな土があるようだけどそれは比率が違うだけで基本的にはその3つが合わさっているんだということをまず最初に土ってそうかそう言われてみるとそういうことだったのかって自分の中でも驚きがありました。地層と土って何が違うかって地層は例えばアンモナイトとか恐竜の化石とか出てくるただの堆積物なんですよね。それに対して土って何かっていうと微生物とか植物とか生き物がミミズでもダンゴムシでもいいんですけどそういった生き物が活発に活動しているっていうそういうそれによって、土が生き物を育てるしその死んだ生き物が今度また土になってくるっていうそういうすごくダイナミックな変化をしているものっていうことで土と堆積物って大きく違うってそこがもう一つ私自身も土についてちゃんと、認識できてなかったところですね。土が生き物によって生み出されてるっていうこと
っていうのが、意味することはどういうことかっていうと、地球の46億年っていう歴史の中で見てみると、最近5億年、陸地に植物が上陸して、苔だとか地衣類だとかシダ植物だとか松だとか今の被子植物だとかっていうのが一生懸命土を耕してようやくできている。そうやって今私たちの足元の土が、誕生したっていうのもそうだし、土自体ってその植物とか微生物が一生懸命その岩を風化して作ってきた、耕してきたっていうところでいうと、だいたい植物とか微生物が土を作るのに100年とか1000年で1センチだけ作ることができると、だいたいそんぐらいのスピードで作る土を作ることができて、で問題なのは何かっていうと、それは植物は微生物は作ることができるけど人間が作ることができるわけじゃないっていう問題があります。全部その植物と微生物に頑張ってもらうしかない。で人間はどうかっていうと、人間は私たち結構その土から、食料をもらうっていうことなので、土から栄養分を奪ってしまったり、あるいはその土を耕すことによってその風だとか雨だとかで土が飛んでいってしまったり流れていってしまったりすることが起きる。そのスピードっていうのはだいたい10年で1センチぐらい平気で土が1センチの厚みの土が平気で飛んでしまうって言われてます。でそうすると100年1000年かかって土ができるのに1センチできるのに、その1センチの土は10年でなくなってしまうってすると、私たちが土を使う限り、私たちが土を作れない以上はずっと土が消耗されてしまう、赤字になってしまうって、そういう問題が私たちの生きているっていうことと土との関係の中でずっと存在している問題になっているわけです。土って地球にあるのは当たり前だっていう話をしてきましたけど、さらにもっと言うと、その土っていうのは、場所によって、例えば気候だとか植物だとか人間がどれだけ耕したとか、あるいは地形だとか、その土の材料になるものが火山灰なのか花崗岩なのか玄武岩なのかっていう材料によってとか、あるいはそして気候ですね、その雨暑いのか寒いのか、雨が多いのか少ないのか、そういったことによってできる土が違っちゃう。こういうふうに見せれるかな。こういうふうに私、世界中、いろんなところを旅して穴を掘って土をいろいろ採取して回ってみると、本当に世界中にいろんな土がいっぱいあるっていうことが分かります。実際問題はそれで2つとして同じ土はないって言ってると、いつまでも実際何か育てたいって人に具体的な提案ができないので、ちょっとずつ似ている土を類型化していこうっていうことを土の研究者たちがずっとやってきた結果として、一番単純に雑に世界の土を大雑把に分類すると12種類に分けることができるっていうふうに、なってきました。それによってそれぞれどんな特徴があるのか、でそのどんな問題を抱えているのか、どうやったら、そこで小麦なりお米なりを稲なりを栽培できるのかっていうことを考えていくことができるようになります。例えばこの土いくつか面白いなって思うのを紹介しますと、例えばこの、アフリカとか南米に多いのは赤い土で、これはやっぱり長く激しい雨だとか日光にさらされてすごく風化して栄養分がなくなってしまった土があります。で一方で、世界で一番肥沃な土って言われるチェルノーゼムっていうのはウクライナとか、北米プレーリー南米パンパっていうところにあって、今でも世界中の小麦の生産基地になっていて、本当にたくさんの食料を生み出していると。いろんな土があったりする。でもこの肥沃なチェルノーゼムって言われる土はこれはこれで水がないっていう問題があります。なので、水不足で悩むことがある。でそれに対して、で日本はどうかっていうと、日本はこういう黒い土があったりします。これチェルノーゼムと同じように黒い土なんですけど、いいところだけまず言うと、チェルノーゼムよりも水があるので、農業しやすい、そういうメリットはある。そういうふうに日本ってそういう水もあって栄養分もそれなりにあるっていう、そういう特徴があります。
世界12種類あるって言いましたけど、日本で、日本にある土って実はあんまり多くなくて、主に多いのあるのは3種類だと言われてます。森に多いのが例えば褐色森林土って言われて、ちょっと茶色い土です。でもう一つ、畑になっている野菜畑とかになっている大地上の土っていうのは、火山灰が積もってそのままどんどん積もっていく。